レックスですよね。すげえなこれ。本物だった。びっくりした。本物ですよ。本物でしたね。びっくりした。びっくりしましたから。初めて見た。ちょっと社長もっと聞かせてやってくださいよ。観客集まったから。ギャラギャラリー。ギャラリーが。ギャラリーか。観客じちょっと後ろ。横まで。横まで。今1台出てるのご存知ですか？あ、出てますか？ええ、パールの、何代目かな、もうちょっと若い番号だったような気がする。やっぱり300何万とか。来ましたね。左行ったんですか？左の裏です。あ、左？左。落ちちゃったんですか？落ちちゃったっけ？白い。あツーリングの時に最初いた方です。これもブラックオパールマイカですか？あ、そうなんですか。キヨさん来たんですよ。え、キヨさん来た。お、来た。小柄大将どこ入るの？キヨさん、なんかサイドステップについてる。なんかついてます。サイドステップについてますね。オプションですね。ディーラーオプションですね。テープじゃないですか？
これも RS だね。そう、今定例会。あ、定例会の方。そう、あー、高3台。すごいな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、キヨさん、今日は引き継いで来たんですか？定例会の人。シャーテー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 あれそう、そうなんですよ。予告なしで来ちゃってんだよ。びっくりしたでしょ。ね、いいっすね。お疲れ様です。じゃあ、茨城からですか。ああ、ありがとうございます。千葉から。あ、千葉、野田なんだ。これも、ちょっとですね。これって特注ですか、やっぱ。そうですよね。作ってもらって。特注のサイズですよね。はい、ね、こんな深いの。特注なんだ。で、ノースペーサーで。そうっす。ああ、フロントだけちょっと入れて。ああ、ちょっと入れて。はい、いやー、あれは深いな。やば。深いやね、深い。深いですね。深いよ。ノースペーサーで辛い位置ですよ。こういうのがいいんだね。ロングだ。ロングだ、ロングだ。お疲れ様です。私も今のこっちも。私が来た。あ、マジ気合入ってんじゃん。気合入ってますね、やっぱ。お疲れ様です。BBS ですね。これも最高っすね。ね。最高っすね。あ、これね。これはもう。VX だ、これも。これ限定ですよ。ね、VX ですね。そうそうそう。1台、シルバーの方はいるんですよね。ヤマハのね。そうそうそう。野田ですね。いやいや違うじゃないですか。そのままスからも来てるからね。あ、されて予告なしで来ましたからね。びっくりした。俺も知らなかったですよ。俺のってなんで来ようとする今日は来ると踏んでね、そう来たんで、読みを踏んだ、ドッキリで。そう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 。あ、お父さん来ない、来ないし、しょうがないもん。だって毎回毎回連絡来るじゃんねって。軍付け合いか。いやいや、今日連絡しじゃないっすよ、俺。並びはプレー大丈夫。あ、どこでも、もう、空いてる、どこでも、もうちょっと並びきれないですね。あ、やっぱり、これなんですね。出したところ。そうです。やっぱすごいですね。データがあるんですね。注文してもらって。もうなんかサイズは僕しかないみたいで。ああ、やっぱ。デモカーはもっと深いんですよ。あ、そうなんですか。もっとで深いんですけど、僕はこの車高で走りたいんで。ああ。これそれが合うように。その車高なりのデータがあるんですね。そうですね。うわ、最高ですねこれ。もっと下がってる人多いですもんね。そうですね。このぐらいじゃないと限界ですよね、これもね。あ、そのデータがあるんだ、すげえな。もっと落として走りたい人はもっと深いの、深い深いんで、ね、あ、分かるな、それは。いや、いいな。あ、これでこれでツラ出るんだ。そうですね。唯一アイコードで6
20だからやっぱ下げられますよね。下げられます、ね、もっとベタベタ読めちゃいます、深いですねリムが。フロント 10J のリアル 10.5 GTR サイズのフレームなんかもありますよね。それあれですか、やっぱアームとか入んないんですか。いや入るんですか、ね、LS 入っちゃうんですか。入っちゃうね。あーアームはやってないですね。いいなサスコンと SS キットとセンサー買いっすね、はい、おそれもあの方ができるんですか。そうです、ね、大吾さんができてます。 SS キットはタイヤ感ですけど、おセンサー買いとかも、はい、とかはリアートで、あーそう罪になったもんで、それ多分食うだろうなと思って。でかいっすよねやっぱね、リムが深いから。そうですね、迫力が違うんだよ。迫力がね、そうね、迫力が違うよね。あれ今ってもうマイビービースなくなったっつんで、そうなんかフェイスブックなんかで書いてありますね。まとまってやんないと。時はやってて。やってたんですね。だから自分のサイズができたと。そうです。でも4ヶ月ぐらいかかります。あのいろいろ京都とかもあれしなきゃなんないけどね、大変なみたいですね。いやいいな。でもこれもう本当1台買えちゃうんですよね、なんかね車ね。そこだけじゃなくて、まあ、ちょっと標準サイズでも高いですからね。そっかあれさ。前は LM の21買ってたんですけど。おお。それ出しちゃったんですか。そうですね。それを売って。はい。これ買った。それを元手にいいやつ。21か。それのチャンピオンかな、普通の LM。普通の LM の21。前後 10J ですか。痺れますね。たまたまいいのが出てきた。車を買う前にホイールを買って。すごいよ、データがね。やっぱこの車高、もう、まあ俺なんかもこれよりちょっと上ぐらいで走ってるんですけど、それでツアー出るっていうデータもあるんですかね。セレクションなんかであるんですかデータと。まあ結構実際に測ってもらって、測ってやってるんだ、で大体このぐらい、分かっちゃうんですね。そうですね、あのスペーサーっていうのはね、いいですよね。よろしくお願いします。もうちょっといろいろ見ていただいて、まだまだ来るんだ、来るかもしれないし、何台来てるかちょっと数えてもないです。ありますね。みんな。なあ、辛いよ今日ね。数えてみますね。40台ね。